し、流しかし信号が来ているためですね。めちゃくちゃ今はもう雨は止んでるんですけど、めちゃくちゃ風が強くて、もう木がガンガンなびいてる感じですね。練習が中止になりまして、なんでライブレクチャーっていうのをうちやってるので、福岡ゴールキーパースクールですね、やってるので、その様子をちょっと今日は紹介したいなと思います。では行きましょう。今事務所で一人なんですよ。 Basically, we use a PC when we do the online live lecture. It's a camera for live lecture. This is quite good camera. Like, how much was it?How much? I didn't pay anyway. いくらだったっけ？いくらって言ってたっけ？これ私が買ったわけじゃないんですけど、2万円ぐらい。2万円って英語でなんて言うんだ？20,000円。20,000。英語の数字ってバリ難しくないですか？英語で数字言うの。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 13, 14, teen とか発音 teen 伸ばす感じとかで 20, 20って言ったらおかしくない20, 30, 40, 13と30じゃ違うじゃないですか。バリ数字難しいな。数字弱いんですよ。数字無理なんですよね、基本的に。数字むずいな。100ぐらいまでだったら分かるな。100とか200,000もいけるな。1000万あたりからちょっとこんがらがってきますよね。 10,000 1万だったらカンマあるじゃないですか。カンマ、あれの後ろに0が3つあったら1000じゃないですか。で、10が、1000が10個。だから10,000っていう覚え方をしてましたね。だから10万だったらどうなるんだ ?100,000 とか。もう数字がマジでわかんない。ふとね、思っただけ。いや、数字とかってテストに出んのかな？今ちょうどテスト期間なんですよね、子供たち。英語。勉強してんのかな、みんな。ね。数字絡みのことで言ったら、時間とかね。イギリスの語学学校行って、時計、何回目か、2、3回目ぐらいの授業で、なんか時計の読み方をやったんですよね。なんか1回目の授業は、あとか、あんとか、ざとかの。勉強だったんですけど、それでも知らなかったなっていうこといっぱいあったんで、すごい基本的なところから喋る勉強を始めたんですけど、時計の読み方って今が何時なんだっけ。今が6時38分、6時38分なんで、普通に言ったら638。もうね、TH の発音ってマジむずいって思いますよね。難しくないですか？だからとにかく滑舌が悪いから、基本的に基本的に滑舌がとにかく悪いから、TH の発音とか本当に勘弁してほしいんですよね。わかります？この気持ち。 TH のね、発音なんか何、舌を歯の間に挟んで、ザとか、TH とは、ス、なんか、息を吐く感じの、ス、サーティーとか、やっぱり難しい。あんま上手くないんで、真似はしないでください。でもなんかコツは、歯と歯の間に舌を挟んで、ズ、こうなんか、詰まらせるか、
なんか抜くかみたいな、そんな感じです、ざっくり。で、あの、うわそうなんだすげーって思った時計の読み方があるんですけど、ちょっと先に準備していいですか先に準備します、先に準備してからそういう話を しますね。時計がピューンってあるじゃないですか、わ全然見切れてる。時計があって12時、3時、6時、何時？ 9 時。パストって、まあ、過去とかっていう意味があるんですけど、まあ、なんだろう、30分経った、30分経過した12時から。ということでね、分かりやすくまとめました。時計の読み方はピザで覚えてください。ピザ、まずはですね、30分まではパスト、30分以降はトゥーでざっくり覚えてください。で、パストっていうのは過ぎるっていう意味があるんで、7時10分、7時から10分過ぎてるので10 past 7 10 past 7。で、30分以降になってくると何時まであと何分っていうような感じになってくるんで、6時50分のことを言いたかったら 10 to 7 10 to 7っていうような形になります。で、半、12時半って言いたい場合はハーフ&ハーフのピザを思い出してください。ハーフっていうのは半分のこと、1時間の半分は30分、なので half past 12 って言います。15分刻みで言うこともできます。その場合はクォーターピザですね、4つの味が味わえるお得なクォーターピザ、4分の1のことですよね、クォーター。なんで1時間の4分の1は15分、なんで、クォーターパスト12で12時からクォーター4分の1の15分が過ぎました。で、クォーター2 12で11時45分、15分後に12時になりますっていうような感じになります。はい、こんな感じでライブレクチャー前にプチ英語レッスンしてみましたけど、あともう10分でレクチャーが始まります。あと今10分前なんで、7時10分前なんで、10 to 7とか5 to 7とか、まあそういったような形で時間を言いますまさかまさかそのカメラの金額の話から時計の話になるなんて、動画撮ってる時には夢にも思わなかったけど、そんな動画になっちゃいましたね。はい、今からレクチャーあるんで頑張りたいと思います。頑張ります。今日クロスなんで、みんなにと一緒にしっかり勉強したいと思います。はい、じゃあ今日のワンポイント英語はここまで。 See ya! バイバイ。守備と攻撃と、あともう一つ、全部で6個シチュエーションがあります。その中の一つに時間あるんで、ゆっくりじっくりしっかり、自分もだけどディフェンスにもいい準備をさせるように、そのどこに落ちてくるのかっていう予測をするための3つボール見るものがあります。空中でそう、身長差めちゃくちゃあるの分かりますここ、けどクロスボール、ボール触りに行って競り勝ってますよね。高森ひかりのライトアップ TV。